はい、それでは、次の料理いきたいと思います。次はですね、けんちん汁、まずお椀物ですねを、4人前また作りたいと思います。ですね、材料を紹介します。こちら、お出汁ですね、先ほど取り扱った、出汁がですね 600cc、まあ少し余るんですけど、まあ、600cc 4人前いきたいと思います。それとですね、お野菜なんですけども、基本的に、けんちん汁、基本的には精進料理もともとが、ですので、お出汁でカツオですとか、この今回の鶏肉っていうのは使わないんですけども、基本的には何でも構いません。家にある、ですね、根菜ですとか、葉物ですとかネギですとか、使っていただいて、要は具沢山の、野菜のスープというような感じになります。栄養満点のスープなんでね、こちらもぜひ、ご家庭で作っていただきたいなと思います。4人前簡単に説明します。かぼちゃはですね、ちっちゃめのかぼちゃ今回ありましたので、これ4分の1ぐらい、いきたいと思います。それと椎茸、大きいものであれば2つ、あと人参このぐらいの大きさで1本、あとインゲンですね、これはモロッコインゲンと、あとネギな、この細いタイプのネギがなければ普通にポワローでも構いません。あと白菜、もうこれもちっちゃめが少しありましたね、これ葉っぱ3枚ぐらいですね。あと、タンパク質の、油揚げですね、こちらを1枚入れていきたいと思います。はい、それでは野菜、そうですね、切っていきたいと思います。もうすでに、皮を剥いた人参ですね。今回ですね、この鍋一つで簡単に作るというのがポイントになってますので、ですね、野菜のカットをですね、比較的もうみんな小さくそれ、切ります。それでですね、料理屋ですと、同じ大きさに全部揃えるというのが、盛り付けがきれいに見えるコツなんですけども、この家庭で作る料理に関しては、ですね、火加減を、みんな一緒にしますので、例えばこの硬い人参ですとかは、普通のものよりもちょっと小さめに切ります。逆に椎茸ですとか、白菜は、この人参に対して気持ち大きく切って、一つの鍋で同じ時間に全部煮ていきたいと思います。そうすることによって時間も短縮できますし、火の入り加減も、ですね、なんとなく均等に入りますので、家庭に簡単に作れると思います。それでは切っていきます。人参はですね、乱切りと言いまして、少しずつ回してですね、こんな感じで、一口大に、一口大よりもちょっとちっちゃめですね、ぐるぐると回していきながら全部切っていきます。こんな感じですね。ぐるぐるぐると回していただきながら小さめに切ります。次、椎茸です。椎茸はこの先ほどの人参よりも気持ち大きくて構いません。こんな感じですかね。ザクザクザクと切ってきます。こんな感じですかね。ザクザクザクと、こちらをボウルに切ってきます。入れてきます。次、ネギですね。ネギもこれ最初から入れてしまいますので、大体大きさが揃うぐらいですね。こんな感じで切ります。白菜ですね。白菜はも火が入るのが非常に早い野菜です。なかなか一緒に煮込んでしまいます と、煮崩れたりしますので、こちらも、気持ち大きめでいいと思います。ザクザクザクと、栄養満点のスープです。気にせずザクザク入れましょう。油揚げですね、こちらよく油抜き等の作業があるんですけども、そこまで気にしなくてもいいと思います。こちらも一口食べやすい大きさに切っていただいて、こちらも一緒に入れちゃいましょう。かぼちゃです。
こちら種を抜いた状態です。ですね、なかなか、皮の剥き方ですとか家で硬い、もの難しいと思いますので、この皮剥き器使っていただけると簡単に皮取れると思います。こんなような感じで、抜いていただいて、少しぐらい緑残ってても、ここ栄養分あるところですので、食べれますので大丈夫です。こんな感じに抜いていただいて、逆に少し硬いところありましたら、ここはしっかり取ってください。こんな感じでかぼちゃきれいに掃除できますので、こんな感じですね、きれいになりました。じゃあこれも切っていきます。一つ注意していただきたいのがですね、この皮の、種を取った時にですね、この中にですね、やっぱ繊維質だいぶ残りますので、これをですね、きっちり掃除し、きれいにスプーンでですね、こそげ取るような形になるんですけども、こんな感じで、きれいに取っていただけますと、ですね、表面がもうご覧のようにきれいになってますので、こうすると煮崩れがだいぶ防げますので、この種の取り方、しっかりしていただければと思います。これも、ですね、食べやすい大きさに、かぼちゃもですね、煮崩れてしまいますので、煮崩れがない程度に大きめにですね、このような感じでカットしていただいて、どうでしょう、まあ、いっちゃいましょう、こんなんでいいと思います。こんな感じですね。全部材料を切って鍋に入れていきたいと思います。このかぼちゃなければ、例えばお芋でも、さつまいもですとも里芋でも構いませんので、いろいろなお野菜が入るというのが、ポイントになるかと思います。こんな感じです。ここのささくれてるところですね、もしこういうのがあれば少し切ってですね、揃えていただけると煮崩れがなく、きれいなクリアなスープになると思います。こんな感じですかね。全部切ります。こちらも全部入れます。ではこちらを鍋に入れます。4人前ですけど、かなり具沢山のたっぷりしたスープになると思います。ではこちらを火にかけます。はい、それでは、先ほどの、鍋の、お野菜が沸いてきました。そうですね、アクを少し取って、もし出るようでしたらアクを少し取ってください。さほど、そんなに出てきてないようなので、このままでいいと思います。もう少しだけグツグツと煮込みたいと思います。火加減はもう十分弱火でいいです。ふつふつと沸騰するぐらいでいいと思います。そこに味付けいきたいと思います。最初にですね、薄口醤油少しでいいです。こちらは味をつけるというよりかは、ほんのり色をつけるだけですね。あと塩ですね、一つまみ半ぐらいですね。それとお酒少々です。この状態で、人参かぼちゃに火が入れば、出来上がりになります。ここからそうですね、あと3分ぐらい、まだもう少しほんの、弱火で少し煮ていきたいと思います。はい、それでは最後に、和物仕上げていきたいと思います。ですね、もう十分こちらは火が入ってます。最後にですね、入れる前にこの先ほどのインゲン豆、少しこんな感じに少し小さめにカットしたものを色出しします。熱湯に沸いたところに落とします。
それでその間に盛り付けいきたいと思います。今火が入ったのでこちらで具沢山のスープになると思います。感じですね。でこちらに最後にボイルした人参を天に添えます。こちらは真ん中でなくて全体的に散るような形で緑がきれいにいいですね。感じで出来上がりです。